ニューチューブラジオです。今日もやっていくんですけど、今日はね、このね、バグっていう、海外のね、選手がいるんですけど、この人がね、タワーレベル12、うめっちゃ沼ってる。タワーレベル12で、8000に行ったんですよ、この人が。そうなんで、そのね、リプレイをね、紹介したいなと思います。ということでね、この人ね、8000行って、すごいんです。てか、俺らは、あれじゃないですか、一応プロでやらせてもらってて、で、すべてが完走してて、8000行って、うわーって感じじゃないですか。ですけど、この人はもう2日前ぐらいのね、時に、もうタワーレベル12なのに、トレンドがもう完走してないですよ。なのに、8000に行ってるってね、めちゃくちゃすごいですね。本当になんか、マジですごいと思う。で、このエリゴレアはですね、なんだろうな、硬いカードがいっぱい入ってるっていうよりかは、そのね、あれなんですよ。まあ、硬いカードがいっぱいあるんですけど、ババ小屋とか、あとはポイズンとかなんで、そう、なんか結構ね、ゴリ押しする方は、ダクネとかね、入って、ポイズン、じゃなくて、まあ、ライトニングとかファイブとかね、そういう速攻性のあるユニットで相手の遠距離ユニットを潰して、結構ゴリ押ししていくっていうね、そういう感じの立ち回りなんですけど、このね、ババ小屋のエリゴレは、なんかそのババ小屋立てて、相手に攻めさせて、そのカウンターでタワーを折るみたいなね、とか、一回の攻撃で折り切らないで、マスケとかにね、ポイズンを打って、じわ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 削っていってっていうね、なんかそういう戦い方なんですよね、そう。まあ、もちろん一発でね、仕留めるときもあるんですけど、まあ、そんな感じのね、結構本当に上手かったので、解説していきたいと思います。で、まず最初ね、まあ、スパーキーはね、ちょっと相性いいので、これですね、ボムタワーウォールブレイカーですね。まあ、基本的にエリゴレには相性がいいと言われていて、まあ、マジアッチャー、ヤノアメ、バルキー、ボムタワーがあって、しかもこっちはね、クエイクとかライトニングとかもないんで、まあ、マジアッチャー飛ばせるとしても、バルキリーとボムタワーが残るんですよ。そう、だから、そこら辺どうやって突破していくのか、に注目ですね。うん。で、相手先に、この位置ですね。で、この位置の、ババ小屋は、1マスね、高めなので、逆サイにホグとかね、投げられても釣れるっていうね、そういう位置になってますね。はい。で、こう、マジアチャとかできたところを、こうポイズンかな、ポイズン。打っていって、まあ、無難にね、処理していく。まあ、ここはライドルとか出て止めるわけじゃなくて、まあ、ポイズンを打ってね、ユニットを出さずに、なんだろう、相手から攻めさせるっていうね、そんな感じの立ち回りですね。で、これは多分タルババ。で、対応していき、トルネで下げると、はい、でトルネで下げてノーダメ、はい、うまいですね。これもうまいし、なんですけどね、相手のタワーね、3668に対して最初にね、こっちが33ぐらいだったんですよ。33なんで、そもそも300のダメアド取られた状態、しかもタワーレベル12なんで、そうなんかゴブリンとかも2発じゃなくて3発かかるんですよ。そういうところで本当に小発とかにも勝って8000いってるっていうのがね、すごいと思いますね、本当に。うん、ここはどうするのか、捨てて、エリゴレを組む。はあ、ここは守らない。守れない。まあ、ババ小屋、今のはね、ババ小屋とか、あとはね、ライドラと、ベビドラをね、どっちも出したりしたら、ディガーボールブレイカーをね、完封とかできたんですけど、やっぱババ小屋とかでね、それ咲くのはちょっともったいないので、ここは思い切ってヒーラーを組んでいたので、相手がね、橋前マジアチャもして、そこでね、はい、あなたエリクサー、マジアチャと、まあ、ディガーボールブレイカーめちゃくちゃエリクサー使いましたねと言わんばかりのね、ドヤ顔端前エリゴレですね。で、これで相手はね、エリクサーがある状態だったら絶対に守れるんですよ。そう、エリクサーがある、なおかつ手札が整ってる状態だったらね、相手は絶対守れるんですけど、ここはね、相手が甘えたところを見逃さずに追っていきましたね。で、これも無視かな。で、ヒーラーつける。そうですね、まあ、相手がエリクサーなくて攻撃してんの分かっていて、ここもね、無視していって、で、コウモリ来るのかって先打ちポイズンですね。これうまいなマジで。で、ここでヒーラーがね、もう2体いるんで、真っ黄色にして GG ですね。はい、まあ、エリゴレの勝ち方はね、大体そう、エリゴレがキングを折るときはもう画面が真っ黄色になってるんで、そんな感じですね、本当に。で、ウォールブレイカー勝っていくと、これ絶対に相性悪いんですよ。これ絶対マジでやれば分かるんですけど、本当に相性悪くて、よく勝てんなって思いますね。やっぱ、ケツエリゴレ組んでも、ボムタワー2周目とかもあるし、バルキリーも2周目もあるって感じで、で、逆線の攻撃も守れないで、結構きついんですけど、ああやって相手が攻めすぎたタイミングで無視して逆線に形を作っていく。これがうまいですね。はい。続いて、クエイクロイフですね。大流行のクエイクロイフです。まあ、動くまで、2倍タイムで。はい。こっちもエリゴレですが動かず、ここは、ライドラかな？おー、アイゴレでも動かないですね。ここはどうするんだろうか。はい、ロイフグ。ここはベビドラと、ベビドラのみ。
はあ、ベビドラのみですかってね、多分キッサも言うと思うんですけど、はい。で、ここで、ミニペットが来てもいいように、先にね、アイゴレに対して、この、小屋を当てていく。で、ここですね、ここどうするんだろう。ここでババがいっぱい出てくるじゃないですか。こことかをつなげていくのかなって思うんですけど、行かずポイズン。で、まず町から入って、最初にね、ダメアドをね、2000ぐらい取られます。で、エリクサーも3負けっていう感じでね、めちゃくちゃ渋いんですけど、こっからね、どうやってかすもう負けでしょみたいな、感じなんですけど、エリアドも取られて、ダメアドも取られて、もう負けのこの、あれっすよね。なんだろう、テンプレっていうか。まあ、ここで相手は手札回して、またね、手札整えていき、アイゴレでちょっかいを出してから、そう、相手もうまくてこれね、ミニペ受けがないから、その、きついって分かってるんですよ、相手も。でここはヒーラーで受けていくと。で、相手はここで逆サイローフを投げるのかな、だけど、ここは多分、ハシマエリゴレかな、で、ローフを投げるけど、これ無視するのか、トルネキング起動するのか分からないが、ここどうするんだろう。これ無視なんですね。で、ここなんですよ、うまいのが。これハンター来んの分かってて、ベビドラ追加してるんですね。で、ここにさらにハンター来んの分かって、タルババ追加してるんですよ。これで、ハンターに一発、タルババ打たして、タルババのダメージと、そのハンター一発分時間稼ぎをして、ドラドラをね、延命してるんですね。そう。で、延命することによってね、こうやって、なんだろ、ヒーラーが回復してくれるんで、片方が残って、こうやってね、ライドラとかで結構チェインしてキングとかをね、持っていけるんですよ。で、ここはどうなるのか、多分守られそうな気配があるんですけど、さあどうなるのかって感じですね。で、まあ、多分ここはハンターかな。パコンと。打っていき、ライドラ、ケツライドラ。いやー、こっからですね、こっからどうやって組んでいくのか、気になりますね、めちゃくちゃ。ババ小屋を建てるのかヒーラーなのか。おー、チェイン、なるほど。これね、端っこにヒーラーでね寄せて3体をね固めさせて、そのライドラのチェインで持っていくって感じですね。で、こっちを止めている間にスケとか、ハンターとかを警戒して、ちゃんとねポイズン打ってタルババも転がしてるんですね。こういうところがうまいですね。やっぱり相手がこれでエリゴレ溶かすためにそのハンターを出していたとしても、ポイズンタルでね秒で溶かせるとっていう感じの立ち回りでしたね、今のは。いや、うまい。このポイズンがうまいですね。って感じで、最初はめちゃくちゃ不利だったんですけど、サンクラ。まあ、細かいの相手に対しては、0-3 で勝ったりとか、3-1 ですね。で、かつ、1本捨ててサンクラ降りに行くっていう立ち回りが多分多いような気がしますね、エリゴレは。はい。続いて、アイアムティラポカティは、この人はね、クララリーグウエスト、海外のね、プロなんですけど、めちゃくちゃうまいです。もうグロ1とかも何回も取っていて、迫撃とか、枯渇とか、今シーズンなんかドルネ枯渇でね、8000いってたんですけど、そういうね、変わったデッキをめちゃくちゃ使うんですよ。ただ、細かいのがめちゃくちゃうまいプレイヤーですね。なんでも、細かいのはクロスでもホグでも、もうこういうね、枯渇系でもなんでもうまいっていうね、プレイヤーですね。もう名前聞いただけで、あ、ラポね、みたいな、そんな感じ。もうほんとね、あ、ラポみたいな、そんな感じですね。で、ここら辺どうやって守っていくのか。相手はプリンスとプリガール。で、こっちはババ親とヒーラーしか陸受けがないので、ここら辺どうやって守っていくのか。ここは、ヒーラーを出してクッション。しないんだ。ここはヒーラー出さないんですね。俺だったら出しちゃいそうですけどね。ここはヒーラーを出さずに、やっていくんですね。で、はい。で、ギャングと。で、これヒーラーで受けるのかな。でも、ここで陸受けを出すと、相手はケツプリンスかな。コウモリから入るんだ。コウモリから入って、結構プリンスとかね、ライドラ以外で止めにくいので、なんかどう止めんのかなって思いますね、本当に。ここは、これと、ライドラ出すんかな。ここはトルネで起動しようとするができるのか、これは。うわー、できない。これは事故、大事故。ベビちゃん出して、さあ、ライドラが溶けてしまうが、やばっ、ライドラまで溶かされる。やっぱラポがうまいですね、これは。ラポがうまいし、ただバグの防衛もうまいです。さあ、こっからですよ。エリゴレ、どう展開していくのか。ケツエリゴレで持っていくスタイルなのか、ババ小屋とかを立ててから、またね、守りに入っていくのか。俺はババ小屋かなと思うんですけど、てかね、リプレイ一回見て、確かババ小屋だった気がするんですけど、ババ小屋ですね、やっぱ。うまいプレイヤーっていうのは、本当にやっぱ守りから入りますね。ギャンブルみたいなプレイをしない、本当に。もうこれで片方がね、まあ、たとえその600とかだったら、そのケツエリゴレとかしていいと思うんですよ。その、600の方を捨てて1本降りに行って1交換するっていうのはね、まあ、結構上等手段ではあるんですけど、こういうところをね、逆にババ小屋があるから逆サイド守らない、もうババ小屋だけで守れるでしょっつって、その右側にユニット固めていくって感じですね。で、ここで右エリゴレ追加とかするのかなと思ったんですけど、
ババ小屋建てるんですね。やっぱ守りに入るんですね。でラポもここ上手くて、ちゃんとなんだろう、守らせるためのなんだろう、逆サイ攻めなんですよね。守んなかったら絶対になんならキングまで持っていくぐらいの火力のある攻撃だったんで、ゴブジャイダックプリギャングコウモリっつってね。そうなんで、こういうところもうまいですね。攻めさせて相手に攻めを完成させないっていう。ここ行くのかな。ああ行くんだ。やっぱヒーラー残ってると、カウンターのヒーラー残ってるとヒーラーライドラでベビドラつけていくっていうイメージがありますね、やっぱり。うん、こことかはどうやって守るのか。まあライドラのチェーンがだいぶ入ってるんで、ただここら辺守られるとやっぱエリゴレっていうのはね結構きつい。うまい。いやーうまいな。うわっ、やりゴブ、これ美味しい。ただこのプリンスとかも普通にめんどくさいですね。これヒーラーで受けんのかな。受ける。ここはエリゴレつけていくと思うんですよ。はい、そうですね。ババババと、でこのゴブジャイはね単体で流れてくれば、このなんだろう、ババ小屋によるんで多分そうですね。でこういう感じでなんか一発の攻撃でワンパンっていうよりかは、こうやってなんかポイズンとエリゴレでじわじわ削っていく感じなんですよね。お、これで仕留められんのか、仕留められんのか、仕留められない。仕留められなかったらもうほぼ終わりそうな感じだが、すごい追加、すごい追加だが、一気に持っていく。さあどうだどうだ、言ってベビー回してポイズンと、いやヨゴを守ったな今のって感じですね本当に。ここはポイズン、まあ、もし左側落ちてなくても右のねババ軍団が落としてますよって感じの、リプレイになってますね。いやマジうめえ、マジうめえですね本当に。マジうま 100% ですねこれは。はい、続いてラバはまあいいとして、そうですね、これとこれとラボ紹介したんで、最後26ですね。26シーサー、まあこの人は26とかね、そういう細かい系のバルーンとか細かい系のが上手い人ですね。うん、まあおいしいっすって感じですねこれは。結構相性もそんないいのかな、そんな良くなさそうに見えるんですけど、26とかやっぱね細かい、あとねファイボーマスケってね結構やっぱしんどいんですよ。そうエリゴリからすると結構マスケってなんか突破しにくくて、そうなんで、おお、これやっぱホグ警戒、ババ小屋この位置ですね。1マス、定位置の1マス高めに置いて、最初相手のデッキがね、細かそうだなってなったら、まあ、相手がクロスだったら別に変わんないし、そう、ホグとかだったら、やっぱりそのリスクがなくなるんでね、この後にババ小屋置くことによって。逆サイドのホグも釣れるんで、まあ別にね、ファイボとか打たれても、まあこうやってね、マスケとかにポイズン打っていって、またね、待ちから入るっていうね、この待ってカウンター、待ってカウンターの繰り返しですね。はいはいはい、こういうとこでホグが来るとヒーラー出していき、さあここは起動かな、うん多分起動だと思う。さあ起動していく、ここですね。でなんでファイボ、あれファイボ2発食らったっけと思ってね、なんかめっちゃダメージ食らってるじゃんと思うんですけど、やっぱそのタワーが12なんでですね、タワーが12なんで、なんかもうすでにねファイボ1発分ぐらいのダメアドがね取られてますね。でしかもタワー12だとなんかね、そのランバーとかそういうカードでホグね本体一発で抑えられるところをタワーが弱くて2発入っちゃったりするんですよ。ホグが本当にタワー12だとねマジで共感できるんですけど、俺もねサバーカが最近までタワー12だったんでね、そうだからね本当にねこういうなんかレベル低いのに勝つっていうのが、しかもこのトロ隊ですよ、みんな上手いんですよ、みんな上手い中でこのレベルが低いのに勝つっていうのがね本当にすごいなーと思いますね。マジでマジで思う本当に。さあここでエリゴレを出していくと、そうですね、でここはヒーラーを出していって、まあぴったりねつけていくことによってエリゴレに対して出したスケであったりアイゴレであったりそういうのがエリゴレを攻撃するとヒーラーがねそいつらを殴ってエリゴレと周りのカードが回復するっていうね、システムですね。はい、こうやってね消されちゃうんですよ。そう消されるとねやっぱりその辛いんですよね。もうこうやってマスケで全部回収されるんですよ、全部回収されて、でホグとか出すけど、このババ小屋とかもねマスケまた対応しなきゃいけないっつって、で結構めんどいんですよね。そうでまたババ小屋立ててからラムじゃないなんだっけエリゴレですね、まあ、このどの相手にもこれですね。うん、ケツエリゴレは何もない状態からせずにババ小屋を立ててから出す、これを徹底してますね。バグはバガーっすねこれは。だからこうやってねライドラとかを消されちゃうんですよ。そうなったらさマジどう守んのって話なんですよね。そうでここはスケとかで守っていくが、トルネで引き寄せんのかな、うーんそうですね。でトルネで引き寄せてマスケを処理するが、もう一体のマスケが出てくるんですよ。こうやってマジどう守んのって話じゃないですかこんなん。ただここはどう守んのじゃない、どう攻めんのって。そうでこうやってまあポイズンがなくなって、このポイズンがってかうまいですね。ポイズンをマスケとかで
なんか躊躇なく打つじゃないですか。そうするとこういうスケとかアイスピとかもね出しにくくなるんですよ。そうなんでこのポイズンがうめえで、ここはまたケツエリゴレかな。おう、ちょっと高め。多分ここはファイブ回されケツエリゴレしたら、このゴブじゃあ何だっけ、ババゴヤか、ババゴヤにファイブウッド打たれてババゴヤがなくなるんですよ。そしてホグを飛ばされた時にエリゴレの前に防衛ユニットを出さなきゃいけなくなるんですね。だいなんで相手がね、もしこのババゴヤを呪文で壊してからホグを飛ばしてきても、ちゃんとエリゴレの後ろにねユニットを出せるようにちょっと高めにエリゴレを出してますね。こういうテクニックですね。こういうテクニック、もし攻められても大丈夫なようにっていう感じですね。はい、でこういう感じで、やっていって、マスケはね今度は前にライドラを出して早めに処理していく。で大砲と、マスケにポイズンを打って、ここは2周目エリゴレかな、2周目エリゴレですね、やっぱり。うん、でここはトルネかな、トルネでフューって引き寄せて、ファー引き寄せ、はいはいはい、でこれ逆戦に釣られたユニットも全部合流していくという感じで、ここはババ小屋を安牌立ててからポイズンで GG ですね。まあ、これはうまい、これはうまいですね、うまいっすって感じですね、うまいっす、おいしいっすって、そんな感じですね。いや本当にうまいですね。これだってタワー12ですよ。普通に同格でも結構難しいと思うんですよ、立ち回りが。それをねタワー12で勝つっていうのはね、まあ美味しいっすって感じですね、本当に。はい、ってことで今日リプレイ4本紹介していったんですけど、タワー12でもね、8000いけることがね、まあこの人はねそもそもめちゃくちゃうまい。俺が前参加してたブレンチョンっていうね、海外のねプロとかアマチュアのトップが集まる大会でも優勝してたんで、うん、で最近あったねノーティルトっていうその国別対抗のね、まあ、日本がちょっと出れなかったんですけど、その大会でも、アメリカ、こいつがいるアメリカリーグが、3位になってるね、3位になっていて、しかもねこいつがめちゃくちゃ成績いいんですよ。本当に全部に勝ってるレベルの成績なんで、マジでねこのなんかすごいチームを引っ張れるぐらいの実力がある何でも使えるプレイヤーですね。でこの人がね、登録者5万人ぐらいで YouTube やってるんでね、概要欄にね Twitter と、YouTube 貼っておくんでね、もしねもっと学びたいなって人は、ね、そっちのねチャンネルに行ってで、見に行ってあげてくださいということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。結構しかもなんか大体のゲームで勝ってもずっとねグッドゲームとか言ってるんで、やっぱね優しいんですよ。 DM とかしててもねめっちゃいい人なんで、本当にね見に行ってくれるとね、まあ僕まで嬉しいですね。はい、ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。